ぜひ橋本に。ちょっとこの時間しかもしかしたらできないかもしれなくて、あ、やばいやばい、ちょっとすいませんね、ちょっと3曲が不安定すぎる。事務所にある3曲をお借りして使っているので文句は言えない自分で持ってこいって言われるから。ということで、ね、時間が取れてよかった、うん、ちょっと羽ピンつけてるけどメイク配信ではないので、あの、え、メイク配信なら見ないんですけどっていう人も、あの、ただ前髪が死んでるだけなんで、私今そう前髪がちょっと汗でこうなっちゃってて、ちょっとアイロンも何もしてないし、ちょっとあれなんで、羽ピンつけてるだけなんで、あの、はい、無視してみてください。雫の練習中ではないです。雫も練習、なんかそのどうしようかなと思ったんですけど、もちろん動画はね毎日見て、雫も練習で、せっかく事務所に来たから、そう雫練習しようかなと思ったんですけど、レッスン場があの使っていて、そう別のレッスンで使っていて、ちょっと使用できないので、そうです。もともと配信はこの時間にするか、まあちょっと夜ができるかわからないからこの時間かなって思ってたのでいいんですけど、全然。あ、本日のドリンクはですね、こちらドトールさんのなんかメロンなんちゃらみたいな、ちょっといいちょっとお値段もちゃんとちょっとお高めのドリンクにして、自分頑張ろうっていう気持ちを込めました。はい、とても美味しいです。スタバのメロン1回しか飲めなくて、そう悲しい。そうなんですよ、なんかもうちょっと飲みたかったんですけど、気づいたら終わっちゃってました。ひらがなキャスターさん、短冊ありがとうございます。なので今日はドトールさんです。涼しい空間で冷たいものを飲むと寒くなりますね。はい。ドル明け、レイちゃまの初日です。大丈夫かな、
なんか今日のリハ映像ですって送られてきた映像がそのチーム B のグループラインにあったんですけどちょっと不安だった私は見ててだから大丈夫かなっていう、そう結構心配、まあ、私は配信に集中したいと思います。ちょっと唇の色だけ足しときますね。なんかこれは最近買ったリップです。肘ぶつけた。こちら、あ、全然見えない。あとは今日この配信が終わった後に食べる予定のお昼ご飯、タンパク質が取れる蒸し鶏のパスタサラダ。え、ハルピョン、そんな、なんか、まあ、ヘルシーなんかヘルシーじゃないんかよくわからんだってパスタサラダって炭水化物がすごいですからね、カロリーすごいですからなんか、え、そんな、なんかヘルシーなんかヘルシーじゃないのかよくわかんないもの食べるのって思うと思うんですけど、あの今日までのなんかサラダパスタサラダ30円クーポンを持ってて、私それをちょっと使うために今日はこれを買いました。ま、気にした方が負けなんで、私は美味しいものを好きな時に食べるっていう、てかこれしかなかったの本当が。私が一番好きなのはごまだれのやつが一番好きなんですけど、でも明太クリームドレッシングしかなくて、明太クリームドレッシングちょっと辛いんですけど頑張って食べたいと思います。なんか美容系 YouTuber みたいになってるあとはこちらいろはす水、以上です。案件に見えますね、確かに案件じゃないんですけど案件っぽい。本当はレッスン場がさ、ネバーストップさん短冊ありがとうございます、ありがとう。今日、明日までだっけ、今日までだっけ、7、8、9、10、明日までか。明日はちょっと雫がやばいかも。え、結構雫がやばいか、なんか振りは覚えてるんですけど立ち位置がずっとやばくてそうなんですよ。で、まあそれこそ、まあ、せっかくねこっちに来る機会あって事務所に来る機会があったからやろうかなって思ってたら、別のレッスンがずっともう本当になんかずっと入ってる状態で、私も本当はその K 公演じゃないや B 公演終わりに、まあ、そのままお姉ちゃん家に泊まって雫公演をやろうと思ってたんですよ、レッスン上で。そう、でも、もう本当にずっといろんなレッスンが詰まりに詰まって詰まっちゃってて、レッスン上が全く使えないってことだったんで、そんな中でお姉ちゃん家に泊まってなんか何にもしないでいるよりも、まあ、普通にお家に帰ってお家で、まあね、のんびりした方がいいかなと思って、まあ、お家にいたんですけど、まあ、今日ちょっとこの後予定がお仕事があるので今日来てって感じですね。はい、そうなんです。笹波さん、北海道のジョーさん、短冊ありがとうございます。そうなんです、なのでちょっと、まあ、私が雫公演が、でもね自主練は結構後回しにされるから
そう、レッスンが優先されるから雫が決まった時にもうすでに自習ライン入れててもきっとそこにレッスンが入れられてたから、私は結局自主練ができない、あの場所でね自主練ができない、だから自分でちゃんと頑張って覚えろっていうことですそう、まあでも久しぶり、本当にみんな久しぶり、4ヶ月ぶり、私は雫自体が4ヶ月ぶりで、教科とかこの間聞いて1月とか11月とかに出てたけど、まあ、本当に久しぶりですみたいな話しててだよねって話してたんで、なんかレッスンってかみんなで合わせる時間入れてくれないのかねってこの間チーム B の時に話してて、その後にスタッフさんにそのレッスン上の空き時間聞いたらもうキツキツで、あ、そりゃレッスンの時間入れれないわと思いましたね。はい、まあ久しぶりですが頑張りたいと思います。サットさん短冊ありがとうございます、ありがとう、うん、白身フライさん短冊ありがとうございます。ネイルはねちょっと塗り直しました、あのキラキラがちょっと取れちゃったので、そうなんか所々取れちゃってて、なので全部水色に一旦して、足はまだキラキラのままなんですけど、そう一旦全部水色に塗り直しました。なんか今日お姉さんっぽく見えますね自分で言うな、はい、すいません、すいません。どんちゃんさん、きずなさん、短冊ありがとうございます。そう、こちらはワンピースですよ、かわいいでしょ、あんまり見せないでおこう、お話し会できるかもだからあんまり見せないでおこう、わかんないまだ決めてない、8月の服しか決めてないんですけど、かわいいのこれ結構、まあ、見せなきゃよかった、顔だけにしとこうなんかちょっとやだ、下からアングル、まあ着てもかわいいからいいでしょということで着てもかわいいからいいでしょということで、見ないで、なんか私はこの服はすごい買いたいって思ってママに、え、ねこれ可愛くないって言ったんですよ。そしたら、えって言われて絶対可愛くないよって言われて、その店を後にして歩いてた、ショッピングモールみたいなところだったんで歩いてたんですね。そしたら目の前からこの服に似た服を着た女の子が歩いてきて、そう、私はこれ着てない時ね、まだ買ってないから、この服を着と似た服を着た女の子が歩いてきて、ママが、え、さっきの服に似てない、え、可愛いかもって言い始めてそう、それで結局買ってもらいましたそう、まあ、もちろん試着もして、そう私のサイズに合ってるかっていうのも確認してからなんですけど買ってもらいました。プライズレバーさん、なんかいっぱい短冊、たくさん、めっちゃたくさん今、ダダダダダダダって、ありがとうございます、いっぱいありがとう、ありがとう。トリチューさん短冊、ありがとうございます、ありがとう。ドサンリューさん短冊ありがとう、たまごさん短冊ありがとう、ありがとうございます。はい、今日は
今何の話をしようとしたかというと、あ、そうだ、何の話もしようとしてない普通に1169日、ありがとうございます。腰痛い。なんかさ、ちょっとエアコン寒くてさ、ちょっとだけ緩めてきていい？エアコンちょっと寒すぎるこれを飲みたいっていう気持ちに ならない。寒すぎて。ちょっと待っててね、緩めてくるね。緩める、なんていうの、温めるはしないか。っていう入り方をしたらどうなるかなと思って今トントントンってしてみました。さわやママさん、短冊ありがとう、ありがとうございます。ただいま、ちょっとだからエアコン止めればいいのかな。普通に結構聞いてます結構聞いてますね。きなちゃんさん、短冊ありがとうございます。あ、もうすぐ、あともうちょっとで10万ポイントいく。中心さん、短冊ありがとうございます。みんななんか短冊持ってそうな友達連れてきてくださいここは一応3時まで使えますっていう話はされたので。でも3時まで使えますってことは3時には人が来てしまうってことかなと思ったので、3時前には終わります。はい、一応なんか人が配信中に人が来て、あ、すいませんってやるのが一番嫌なのでそう、もう3時にはもうここはいなくな、私はいな、そのこの部屋からあ、今日土用の丑の日ですか、もしかして。そういえば、え、うなぎ食べたい。あれ23日でね、全然違うじゃんうなぎが食べたいからですかって来たから3時にいなくなるのがうなぎが食べたいからなのかなと思われてるのかなと思って、今日土用の丑の日なのかって、23日なの、全然違うじゃないですか恥ずかしい、やばい。今日でも覚えました、23日なんですね。亀さん、明日から春菜おしいさん、短冊ありがとうございます。恥ずかしい
もうはめられました。恥ずかしい。タロちゃんさん、短冊ありがとうございます。なんか程よい気温っていうか程よい温度になりました。うん、お腹は空いてます。オーテックさん、コロポックルさん、短冊ありがとうございます。お腹は空いてるので終わった後これを食べる。でも結構このドリンクでお腹いっぱい、今だけなんですよね。でもドリンクってすぐお腹からなくなっちゃうから、今だけお腹いっぱい。割り箸論争してもいいですか。あれ、割り箸もらったよね。こういう割り箸ってなんか、こういう割り箸とこう割らなきゃいけない割り箸あると思うんですけど、皆さんはどっちが好きですか。自分で割りたいか、もうこう菜箸みたいな割れてる箸、もう普通に箸ですみたいな箸がいいか。私はこのこっちの方が好きで、そう、え、結構割れてる、割りたいタイプ多いな。うん、そうだよね、割らない方が楽ですよね、こっちの方が好きですよね。まあ全然どっちが出てもどっちでもいいんですけど、まあ、どっちかっていうこう来たら、こう2つ並んであったらこっちだなみたいな感じ。でもどっちが環境にいいんだろうっていうのは考えたことがあって、そう、割る方がいい、転がらない。ああ確かに転がっちゃうのか。でも転が、あ、そっか、袋に入ってるから転がらないわ今、やべ。割らない方、割ったら失敗してトゲみたいなの出ちゃうね。そうだよね、爪楊枝が指に刺さる、確かに。へへへって笑うな、へへへって笑ってる気持ちないんですけどね、私も。はい、この笑い方が多分すごい賛否を生むんだと思うんですけど、笑い方を指摘されるのはちょっと、はい、まあちょっと嫌なのでやめていただけると嬉しいなと思います。はい。うん、とっても嫌ですね。悪いやつだと隣の人に肘鉄する可能性が、え、ダメなんですよ。そうやって割るからなんか綺麗に割れないんだって。こうやって割った方が綺麗に割れるらしい。そう、こうやって自分がガーンってなるように割った方が、だからこう割るんじゃなくてこう割った方がいいらしいですよ。そうした方が綺麗な割られ、綺麗に割られるらしい。切り抜きでもへへって、じゃ、え、なんで笑い方までさ、そんなとこまで切り抜かれてるんだ、やだ。なんか絶対その人私のこと嫌いじゃないですか、もう。本当に絶対そうじゃん。なんかこの間もなんかタイトルがひどかったみたいな話聞いたし、もう絶対ハルピョンのこと嫌いだよね。うん、絶対そう。
逆によく見ているのでは。あ、どうなんですかね。嫌いだったら動画編集すらしないでしょ。え、嫌いだからこの人をもうこの地の底まで落とし入れてやろうって思ってされてるかもしれないし、わからないですよ。私はそうやって考えちゃう人間なんですよ。だから本当にこれはやめた方がいいっていうのは思ってるんですけど、このなんかすごいネガティブな感情はい、すごいやめた方がいいって、もっとなんかそのポジティブに来た方がいいっていうのは分かってるんですけど、そう辛いですね。これ自分がもう自分がこうであることが本当に辛いです。はい超ネガティブだよね、この世のこの地の葉なんて言ったっけ私今忘れたけど、ジョシュアさん、短冊ありがとうございます。でもなんか意識してやるものじゃないじゃないですか、こういうのって。そうだからなんか意識してなんて言うんですか、変えれることなら変えますけど、笑い方なんて変えれるものじゃないし、まあ変わったよって言われるんですけど、でもそれも意識して変わったわけじゃないから、そう勝手に変わっちゃっただけなので、ちょっと私も何も言えないんですけど、まあ嫌いなら、笑い方が嫌いなら見ないでくださいっていう気持ちですね。園さん、中心さん、短冊ありがとうございます。新さん、短冊ありがとうございます。そう変えられないこの前いっちゃん系の B リアタイできなかったので録画で見ます。ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。ちゃんとバット作って野球して偉い偉い。みんなもぜひ見てください。桃蔵さん、短冊ありがとうございます。ぜひ、まだ多分 YouTube は公開されてないんですけど、早く見たい人は KNB さんのお問い合わせのページにぜひ早く載せてくださいってやると早く載るかもしれません。毎回乗ると思ったら大間違いですからね。需要がなくなったら乗らないのではい、みんな待ってるだけじゃダメなんだよ、需要がなくなったら乗らないんだからね。やばいやばいスーさん、短冊ありがとうございます。ときめきコバピョンさん、短冊ありがとうございます。笹爺さん、短冊ありがとうございます。25分。
蔵さん、平賀源内さん、短冊ありがとうございます。ありがとう。たまにわーって文句言うのも好きです。じゃあ今日は何に文句言おうかな何にも文句はありません今日は「レッスン場が空いてないことについて」まあそれは私が予約してないからしょうがないんですけど、それはもう私が悪い、それはまあ私が悪い、私が動画で覚えればいい話。ではないかな、そこまで。うん、まあ自主練はまあ基本後回しですよね、自主練なんで普通に先生を呼んだレッスンとかの方がやっぱ先生の都合とかもあるし、基本的にはそちらが優先、そりゃそうですよね、うん、メンバー一人対先生と何人ものメンバーってなると、そりゃそう、まあそれはそう。だから会議が優先されるか、そのプレゼンの練習を会議室でしたいんですって言って、その自主練が優先されるかっていう問題じゃない、多分職場で言うとそういうことですよ。会議室を使うにおいて、それはもちろん会議が優先されるじゃないですか。どれだけ先にその会議のプレゼンの練習、プレゼンの練習をしたいんですってなっても、それは当たり前のように会議が優先されて、ちょっと自主練別のとこでやってってなるじゃん。そういうことですよ。だから別に何も、誰も何も悪くない普通のこと、頑張って発表が覚えるしかない、すごいなんかいっぱい人が来てるいっぱい人が来てるとか言ってすいませんありがとうございます。
こんにちは。キティちゃん、キティちゃん、私はハネピンは基本キティちゃん、マイメロちゃん、バツマルくん、ミッフィーちゃんをぐるりぐるり回してるんですけど、そうずっと持ってるんですよ。だからでもね、前になんか使えないんです。なんか前にそのいただいた可愛いハネピン、イーブイのハネピンとシナモンのキラキラのハネピンがあるんですけど、その2つは可愛くて使えないそう、使いたいけど可愛くて使えない。あ、待って、10万ポイント達成してる、見えるかな、ほら、ありがとう。あと半分弱、12万いってる。ありがとうございます。今日はあと10分15分ほどで終わっちゃうんですけど、夜できるかな、できなそうな、いや、わかんないんだよね、それがどんな感じかっていう、うん、うさ耳のアバターってどれだろう、どのアバターだろう。嘘803、犬井さん、短冊ありがとうございます。どのアバターだろう。昨日ホークス惜しかったな、うん、なんかいいとこまで行ったんですけどね、本当にあそこで、いや、まあ今みーさんがもうちょっといい、まあそれか、柳町くんかな、悔しいですね。右の袖のボタン外れてます、多分左も外れてますどっちも外れてますよはい、すいませんどっちも外れてます、外してるというか、このつけるのがめんどくさいすいません。壇上の1位と2位の方、あー、このアバターか、これはね、なんか1周年記念の時とかに作っていただいたしゃっくりアバターなんですけど、ちょっとしゃっくり止めます。すいません、橋本春奈流のしゃっくりの止め方は、水とか、まあ、何でもいいんで飲み物をめっちゃ一気に飲むことです。はい、そしたら止めることができます。
しゃっくりっていうのは横隔膜の痙攣なので、その横隔膜をなんて言うんですか、痙攣させるのを止めればいい話じゃないですか。なのでそれが止まるようにもう水など飲み物を一気飲みすることで、しゃっくりは止めることができます。ちょっとなんかお隣の多分会議室さんが使われるので、ちょっと小さめの声で喋るようにしますね。この後あと10分ぐらい。この前のライブ楽しかったです。なんだろう、アイオンフェスかな、どれだろう、ライブ、この前のライブどれだろう、多分公演は公演だからライブはアイオンフェスかな。まつげは何もしてないよ、今日も。今日もビューラーは何もしてません。でももう3週間目ぐらいかな、これが。今日だいたい前回行ったのが3週間経ってるので、もうそろ1週間落ちてくるかな。別案件のメイクさんじゃないことを祈ります。ちょっと早めに終わろうかな可能なら私の前髪で。なんかそう、この間劇場の時になんかちょっと気になることがあって、でもそれがもう自分がシンポジで、そうあれだったので急いでたからバタバタで、前髪のここがねちょっと開いちゃってて切っていただけなかったので、ちょっと早めに終わっていいですか前髪論争いけるかな。ちょっと一瞬覗きます。正解、絶対。いやでも私たちの今日の案件のメイクさんかは分からない。頼む、うちらの案件であってちょっと、いやあのメイクさん同士で喋ってらっしゃったからちょっと聞けない。まあとりあえず、まあでもあとなんか今多分来られたので、多分いろんなメイク道具の準備とかもあると思うので、もうちょっとしてから。
様、官民。今日のお仕事は何するかまだ聞いてなくて。そうなんですよ。そう、何にも、でも何するんだろう。本当にわからないんですけど。え、どうしよう。なんか公開、体重公開とかだったら、YouTube みたいな。え、どうしよう。待って、ご飯食べるか悩む。でもなんか、まあちょっとあとはまあ秘密で、あとはまあ秘密で、内緒で。TK さん、短冊ありがとうございます。それではあと3分喋ります。メイクは、まあ、この後。ふざけてるって言われそう。はい、ふざけてます。でも楽しみ、楽しみ。おすすめのドラマ、オールドルーキーしか今見てなくて。アベマになるんですけど、アニマルズっていう、なんかとある AD さんが、その本当にもうメイクなんてみたいな、そういうメイクなんてしないよみたいな AD さんが、なんかとある人との出会いをきっかけに自分が変わっていくみたいな話なんですけど、それはすごい今面白いなって思って見てます。アベマのあれなんで、すいません。見ないよっていう人は、なんか地上波で教えてくれよって言われたら申し訳ないんですけど、はい、それではちょうどなんか良さげな時間なので終わります。3時まで使える場所を15分残しで消えます。私はドローンしますね。それではいきます。1位サプライズレバーさん、ありがとう。2位レバーストッパーと、第一に根を張ってマスカラに聞こえてた私ということだ。第一に根を張ってマスカラ、ありがとう。3位コロポックルさん、ありがとう。4位菊池直久さん、ありがとう。5位さざなみさん、ありがとう。6位中心あと、長野セリカ神吉さん、ありがとう。7位明日から春直しさん、ありがとう。8位卵あと、もう少しで春ぴょん成分が干からびそうでした。やばいやばい。9位白身フライさん、ありがとう。10位超大盛りうなとり丼さん、ありがとう。11位あわれアットぴょんちゃんしかさん、ありがとう。12位ジョシュアさん、ありがとう。13位タロちゃんさん、ありがとう。そして本日のラッキーと88位はエンゼルンさんです、ありがとうございます。ということで本日は皆さんありがとうございました。また夜できたら嬉しいねっていう感じで、できなくても怒らないでください。それではできなかったらできなかったで許してください。それでは皆さん本日はありがとうございました。今日ピョンムービー多分載せれると思うので、また見てください。それではおやすみだ、おやすみじゃないか、バイバイ。ありがとう、急に配信してみてくれて、バイバイ。ないのやばくない？ちょっと待って、バグってんな。
ショールームバグってんだけど壇上私しか乗ってない。ウケる。どういうことこれちょっと待って、直らない、いっか別にいいや、なんか一人で喋ってる人みたいになっちゃうんですけど、まあいいや。こんばんは、 AKB48 チームメイトというわけで、代表のハラピョンこと橋本アルナです。やっほせいかな。気のせいか。こんばんは。明日は特に何もないので、頑張って雫公園の振りを起こしたり、位置を思い出したりしたいと思います。てか雫のさ、何これ？これはでも多分対象ないなのかな、わかんないや。ありがとう。わかんない、これなんだろう。これはなんて読むものなんだ。ちょっと今名前調べますね。A ダッシュさん、タワーですよね多分これ。ありがとうございます。これはなんていうものなのかわからないので、ちょっと一旦調べるっていうか、ギフトの名前を確認します。くす玉タワー、ありがとうございます。せーの、タワータワー、ありがくす玉タワー、 A ダッシュさん、ありがくす玉タワー、ありがとうございます。びっくり、すごい、ありがとう。これがタワーってことは知ってたでもね、本当に申し訳ないんだけどね、ここさっきも言ったけど、壇上があれされないって言ったじゃないですか。ギフトも何も来ないのそう、すごい悲しい現実を今すごくない？これがタワーであることは知ってるんだけど、ギフトも何もここ届かない。だからミラーボールも回らない悲しい、バグってる。あ、元も短冊、テロップ出そう。お昼にね、すごいみんなが頑張ってくれて、12、13万ポイントぐらいまで行ったの。そう、あ、そう、メイクしたよ、見て、お昼より可愛い。うわ、今日の前髪可愛いだって。うわ、やっぱ分かる女は違いますなあのですね、今日メイクさんに
前髪の幅を増やして、ちょっと増やしてもらって、あと長さもちょっといい感じに揃えてもらったんですよ。そう、ちょっとなんかいつもより、なんか前髪がなんか幅が、ここがちょっと最近薄くって言うとあれなんですけど、なってるんですよって話したら、あ、全然できますよみたいな話してくださって、綺麗に整えてくださったんですけど、拍手長すごい。変顔。いい感じ。そうだから私も今日の前髪結構好きなんですよね。欲を言えばもうちょっとこうしたい。めっちゃ偵察されるじゃん、うちの城。やめろ、来んな来んな。固まったショールーム、ブサイクな顔を最悪ね。今日終わってるね。待って、バグ無理なんですけど、これは放送されてない。戻った。え、待ってね、壇上来た。壇上壇上来た。でもなんか画質が悪くなった、気のせい。壇上戻った。そしてくす玉タワーも見えるようになりました。ありがとう、ありがとうございます。なんかめっちゃ白偵察されるの、なんなん。同じ人に3回も偵察されたんだけど、何したいの君は。私の城で燃やしたいの、燃やしたくないの、どっち、どっちなんだい。
ストーキングストーカーですね、完全に。ブラックタイガーさん、ともゆきさん、短冊ありがとうございます。帽子さん、短冊ありがとうございます。てるちゃんぐさん、トラック野郎さん、短冊ありがとうございます。今日インスタを投稿しまして、本当はちょっと昨日おとつい載せようと思ってたんですけど、作るの忘れててってか本来ならその当日に載せようって、てか載せるべきだったんですけど、そう載せるのを完全に忘れてしまっていて、忘れてたっていうか作ってなくて、そう、それで昨日作って今日載せました。もきちさん、ハントレスさん、短冊ありがとうございます。今日かわいい写真全然撮ってないえ、ごめん待って、全然撮ってないや。でもインスタ用の写真は撮ってもらった、メンバーに撮ってもらったので、またそれは載っけますね。ギフト投げたらコメントするということだろう。あ、ギフトはもう見えるようになりました。てかギフトは見える、もともとここに来てるやつは見えてたんですけど、そのここら辺に飛んでこなかったって話なんです。でももう見えるようになったし、飛んでくるようにもな、もともと見えてたし飛んでくるようにもなったので、はい、すいません、ごめんなさい、なんかお騒がせしました。2回目の1169日ありがとうございますそしてですね、あのインスタの方なんですけど、まあ、さっきも言ったけど載せたからみんな「いいね」しといてください。コメントもお待ちしてます。なんかコメントループしてんだけど待って、え、違う、この人が同じコメントしてるだけ、わかんない、まあいいや、
ありがとうの名前呼ぶのと公演後のマホピョンとのトークに注目してみました。ありがとうございます。パンダさん、短冊ありがとういっぱい、わーいっぱいありがとうございます。ありがとう。次のナターシャも早く見たい。でもね、なんか今月もう B 公演今発表されてないから。そうなんですよね。うん、だから自分がまず B 公演に出るかもちょっとわからない。まあ夏なんでね、僕夏とかやるんですかね。あれ、僕夏って今やってるんでしたっけ。僕隊をやってるのか。そう、一緒に見よう配信。 DMM さん、今回のちょっと考えてはおきますけれども、一旦一旦ちょっと雫に集中させてください。すいません、申し訳ない。はい、なほさん、短冊ありがとうございます。あとは私自身はそんなに関係ないんですけど、 AKB48 の、 お知らせがもう一つ、 AKB48 のお知らせっていうか、まあね、一つあるので、それは私は全然全く関係ない話なんですけど、それはそれでまたね、喜んでいただける、なんて言うんですよ、お知らせはあるので、まあ、ハルピョンは全然関係ないんだけど、本当に何回も言うように。スミちゃん星ありがとう。なん誰だ、優しいガチャピンさん、短冊ありがとう。でも今日のあのお仕事は結構本当に、なんて言うんだろう、なんかあんまり詳しくは言えないんですけど、ためになったねって感じのお仕事だったので、また情報解禁できるようになったらお話できればなと思います。はい、熊野巻売りさん、短冊ありがとうございます。え、マジで雫やばい。ねえねえ、どうしよう、本当に雫やばいんですけど、やばいって。何にも覚えてないよ今まだ。それは嘘だけど、オープニングは起こしたんだけど、アンコールとかそこら辺全然やばい。ねえ、雫公演の髪型何がいいと思いますか。まず出れないかもしれないぐらいの振り付けの、振り付けは大丈夫、立ち位置がやばい。サットさん、ラボーナさん、ともゆきさん、単独ありがとうございます。チンスコーでバミリ作ろう。そうですね、チンスコーで沖縄にまずグラビアの撮影に行かないとチンスコーでバミリは作れないんですけど。でも久しぶりの雫だし、次いつあるかわからない雫だし。そうなんですよね。でも結構、どうしようかな、何がいいかな。飛んじゃった。そう、この多分チンスコーのバミリの話、マジなんだっけ、さよならモーリさんだっけ。違ったっけ、さよならモーリさん見てないと分かんない話だから、ごめん、何の話って人はさよならモーリさん見てください。
Hulu さんで見れますので。ハルピョンの公演の日に休み取りたい。うん、でも7月は決まってない。本当に8月も多分エイトのもう言っていいんですもんね。もう言っていいんですもんね。エイトの日があって、まあそれまでまあ出るのか出るので、エイトの公演があるのかもわからないし、ちょっと8月はあんまり出れないかもしれないから、うん、また9月とかに待ってます。うん、今日じゃあ今日あった面白いエピソードはなんか今日そのまあメンバー何人かと収録をさせていただいたんですけれども、あのメイクさんにこの髪をやっていただいている時に、まあその8月とかのなんか夏フェスとかイベントとかの話になったんですね。そう、それでなんかわーって話してた時にそうなんですよねみたいなで、なんか私の大学の話になって、あーそうなんですよ今4年生でみたいな話してて、でその後にね、そうなんですよわーってわーわーはいみたいな、でも私卒業するんでって言って、もう卒業するんではいみたいな、来年からはまあ卒業する予定ではあるんで、来年から予定っていうかまあできればなんですけどみたいな、来年からはまあもうちょっとみたいな話したら、すごいメイクさんにえって言われて、でも私はいやそう4年生だしって話してるし、えなんでこんな驚かれてるんだろうと思ったら、まあAKB を卒業するのかと思ったらしくて、すごいあっさりさらっと言われちゃったみたいな、ですごい驚いちゃったらしくてあ違うんですってあ違うんです大学なんはいすいませんあ違うんですよそこにいたメンバーも多分そこにいたそのスタッフさんも多分みんなびっくりしちゃってた、すいませんA ダッシュさん、これは何ヨーヨーかな、ありがとうございます、すいません、あ違うんですそうすごいめちゃさらっと言ったじゃんと思ったみたいなあ違うです、すいませんはいってこの前にこの話ピョンズにもなんか普通になんかいや卒業する予定ではあるんでみたいな話してみんなのことを驚かしちゃったっていうのがあったよね。竹蔵さん短冊ありがとうございます、熊高さん短冊ありがとうございます。そうドッキリじゃないんですけど私は普通に喋ってるつもりなんですけど、なんか謎にドッキリに、なんか橋本がなんかいろいろ卒業するみたいななんか話になっちゃってた、なんか他多数みたいな、ハズホモンさんがたくさんありがとうございます、こんにちはありがとう。いやでもそう心臓に、そう心臓に悪いよね、申し訳ない気持ちだわえはい他多数って聞く、なんか初訪問者 なんちゃらさんが初訪問、なんちゃらさんが初訪問だーみたいな、めっちゃ来て他多数ってきました他多数まとめるなまとめるな、一人一人出してあげて本当だよかわいそうじゃないかかわいそうじゃないか、多数にまとめるなこんにちはありがとうございます、みんな短冊くれに来たのかな。かずずさん、さくたろうさん短冊ありがとうございます、たけにいさん短冊ありがとうございます、ありがとう
定年まで AKB 頑張って定年まであと40年ぐらいひでさん短冊ありがとうございます。うん、タカさんをなんかなんだっけヨーヨーみたいなのありがとうあ、そういうことですか。待って、アイドルは定年ないよみたいな嘘、じゃあ一生やめれないじゃん一生やめれないじゃんかあ、初訪問さんがなんかいっぱいたくさんありがとう、ありがとうございます。一生アイドルでもいいんじゃない。でも私ちっちゃい子が好きなんで、いずれかは子供が欲しいんですよ。そう、っていうか、まあママが妹を産んでくれればいいんですけどうん、でもそうなの、なんかちっちゃい子を育てるっていうとあれですけど、なんかわしゃ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 なんかペットかと思って違うんですけど、なんかちっちゃい子をよしよししたいから、そうだから、うん、そうなの。ししまんさん、からあげさん、短冊ありがとうございます。だからなんか、うん、ずっといれば、違う違う、そういうことだって、ずっといてもちっちゃいメンバー12歳とかでしょ、もうなんかわしゃわしゃする年齢じゃないじゃんそう、しかも大体今のさ、小学生とか中学生とかって私より身長高い子が多いから嫌です3歳とか2歳3歳1歳2歳3歳4歳ぐらいの子と、そう、子をなんか甘やかしたいんですよ。そうだからそうなるには60歳70歳までアイドルしてたら無理でしょうん、AKB で幼稚園訪問しよう。だって1日だけになっちゃうじゃんか。梨畑さん、短冊ありがとうございます。もう57分なの？もうちょっと喋りたいよ。どうしよう。もうちょっと喋りたい。でも眠たい。ツイッターのスペース、あ、ねえ、あれってさ、じゃあ寝ながらスペースとかやってもいいのかな。うん、でもお風呂入ってドライヤーしなきゃいけないからめんどくさいんですけど、あ、今日はやらないけど、さすがに。そう、お布団入りながらポチポチ。やばい、待って、58分だって。やばい、さすがにちょっとランキング読まなきゃ。ちょっとダッシュで読むね。ごめんね。1位、作太郎さん、2位、A ダッシュさん、3位、パンダさん、4位、サプライズレバーさん、5位、タカピョンさん、6位、トラック野郎さん、7位、たもゆきさん、8位、竹蔵さん、9位、からあげさん、10位、竹兄さん、11位、すみちゃんさん、12位、北里公平さん、13位、山内さん、そして本日のラッキーイエイト、88、意外と時間あったわ。本日のラッキーイエイト88位は、
はや送りカレーうどんさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや今日はもうだって私は静岡公演をやらないといけないんですよ。そう11日に静岡公演があるんですけど全然覚えてないのでこの後頑張って今日と明日頑張り、朔太郎さんがタワー投げてくれてた、嘘ここあれ嘘1個しかない、タワーありがとうありがたわー、タワーありがたわー、ありがたわー、ありがたわーです。ありがとうございます。なんでだろう、反映されてないのかな。京香ちゃんも雫振り起こし久しぶりで大変ね。そうだよね本当に。待っておやすみー急バイバーイ。